奇跡の三人組ナンバーアンダーラインアイが語るユニットの真髄とはムメロ東京独占インタビュームメロ東京20ページの大特集音楽の世界は常に進化し変化し続けるその中でひときわ輝きを放つ存在として注目を集めているのがユニットナンバーアンダーラインアイの三人組だ平野翔神宮寺優太 岸優太の3人が結成したこのグループは音楽のみならず彼らの深い絆と特別な関係性で多くの人々を魅了している。今回は彼らが登場したヌメロ東京の特集記事をもとに彼らのユニットとしての強みと愛についての語りを深く釣りしていく。ナンバーアンダーライン愛が結成されたのは2023年10月。 それからわずか数ヶ月後の2024年1月1日に公開されたファーストデジタルシングル GOAT のミュージックビデオは、たった3日で1000万回を超える再生回数を記録した。そして4月には、世界的に有名なコーチェラフェスティバルにも出演し、瞬く間に国境を越えて世界中から注目を集める存在となった。都内のスタジオで行われたヌメロ東京の撮影では、 初夏の爽やかな日差ししが差し込む庭や屋内でナンバーアンダーライン愛をファッショナブルに切り取った。三人のポージングはアウンの呼吸で作られ、その揺るぎない関係性が伝わってくる。彼らは撮影コンセプトを瞬時にキャッチし、艶やかな表情と等身大のナチュラルな笑顔を見せ、唯一無二の関係であることを示した。インタビューでは、三人の関係性について率直に語られている。 神宮寺は、スイッチみたいなものもなく、仕事仲間とか友達とか分けることもないと話し、騎士も、もちろん撮影中は真面目スイッチが入るけど、それぐらい。僕たちの関係は、一般的なメンバーというカテゴリーでは表現できない、と述べている。平野も、もし僕一人だったら、この世界でやっていなかったかもしれないと語り、ユニットとしての強い絆を強調している。さらに、 神宮寺は僕たちはユニットの面白さを知っているから抜け出せない。この三人だからいいんです。違う場所や環境で育ち、偶然出会ったけど、不思議と価値観が似ているから一緒にいて楽なんです。と述べ、騎士も一人だったら破産してる。と笑いながら答え、ユニットとしての結束力と可能性を感じさせる。ナンバーアンダーライン愛の魅力は、ただ単に音楽の才能だけでなく、 彼らの絆と愛に満ちた関係性にある。それは、ファンとの関係にも反映され、彼らの音楽を通じて多くの人々に愛と喜びを届けている。彼らのストーリーは、音楽業界に新たな風を吹き込み、これからもさらなる飛躍が期待される。彼らの関係性の奥深さは、単なる友情や仕事仲間としての枠を超えたものである。平野、神宮寺、騎士の三人は、 それぞれが異なる環境で育ち、異なる視点を持ちながらも、共通の価値観と目標を共有している。これは、彼らが一緒にいることで生まれるシナジーを最大限に活用し、音楽に限らずあらゆる面でのクリエイティブな活動に結びついている。このユニットの成功は偶然ではなく、彼らの緻密な計画と絶え間ない努力の結果である。彼らが示すプロフェッショナリズムと、ステージ上でのパフォーマンスは、 ファンのみならず、業界の専門家たちからも高い評価を受けている。特に、彼らがコーチェラフェスティバルで見せたパフォーマンスは、その圧倒的なエネルギーと一体感により、多くの観客の心をつかんだ。一方で、彼らの絆は、ただのビジネスパートナーシップに止まらない。三人の間には、深い信頼と理解が存在し、それが彼らの音楽やパフォーマンスに自然と反映されている。 例えば、撮影の際には、互いの動きや表情を読み取り合い、一瞬で調和を生み出すことができる。これこそが、彼らの関係性の強さを物語っている。ファンとの交流もまた、ナンバーアンダーライン愛の重要な要素である。彼らは常にファンを大切にし、直接の交流を通じて、その絆を深めている。SNS やイベントを通じて、ファンとのコミュニケーションを積極的に図り、 そのフィードバックを取り入れることで常に進化し続けることができている。これもまた彼らの成功の一因と言えるだろう。ナンバーアンダーライン愛の未来は非常に明るい。彼らの持つポテンシャルは無限大であり、これからも新たな挑戦と成果を期待されている。彼らの音楽とパフォーマンスは、ますます多くの人々に感動を与え、影響を与え続けることだろう。このようなユニットの存在は、 私たちに多くの教訓を与えてくれる。異なる背景を持つ個々が集まり、共通の目標に向かって協力し合うことで、素晴らしい成果を生み出すことができるということ。それは、どのような分野においても応用可能な普遍的な教えである。さらに、ナンバーアンダーライン愛の成功とその背景には、彼らの努力とともに、音楽業界全体のトレンドや変化も無視できない要素として存在している。 近年、音楽業界ではユニットやバンドの人気が再燃している。ソロアーティストが主流だった時代から、再び複数のアーティストが集まって協力し合うスタイルが注目されている。これは、個々のアーティストが持つ独自の才能や個性を融合させることで、新たな創造性を生み出す力があると認識されているからだ。この流れの中で、ナンバーアンダーライン愛はまさに、その象徴的な存在である。 彼らの成功は、彼ら自身の努力と才能だけでなく、こうした業界の動きとも密接に関連している。例えば、彼らがコーチェラフェスティバルに出演した際には、彼らのパフォーマンスが観客の心をつかみ、そのエネルギーと一体感が多くの人々に感動を与えた。これは、音楽業界全体が求めている新しい価値観とマッチしていたからこそ、彼らの魅力が最大限に発揮されたと言える。また、 ナンバーアンダーライン愛の成功には彼らが持つマーケティング戦略も一役買っている。彼らは SNS や YouTube などのデジタルプラットフォームを積極的に活用しグローバルなファンベースを築いている。特に若年層のファンをターゲットにしたマーケティングは彼らの音楽が広く認知されるための重要な手段となっている。これにより彼らの音楽は国境を越えて多くの人々に届けられている。 そして、ナンバーアンダーラインアイのメンバーそれぞれの個性も大きな魅力となっている。平野章のカリスマ性、神宮寺優太の冷静でありながら情熱的な一面、そしてガン太のユーモアと温かさ。これらの個性が融合することで、ナンバーアンダーラインアイは他にはない独自の魅力を持っている。彼らのパフォーマンスは、これらの個性が絶妙に絡み合い、観客に対して強い印象を残す。 彼らの音楽は、ただのエンターテインメントではなく、多くのメッセージが込められている。愛、友情、夢、情熱など、様々なテーマが彼らの楽曲には反映されており、リスナーに深い共感と感動を与えている。これもまた、彼らが多くのファンに支持される理由の一つである。さらに、ナンバーアンダーライン愛の成功は、音楽業界に新たな風を吹き込むだけでなく、 他のアーティストやユニットにも大きな影響を与えている。彼らの成功事例は、多くの若手アーティストにとって一つのモデルケースとなっており、ユニットとしての活動に新たな可能性を見出すきっかけとなっている。これは、音楽業界全体の多様性と創造性をさらに豊かにする動きの一環であり、ナンバーアンダーラインアイがその先駆者としての役割を果たしていると言える。最後に、 読者の皆さんに問いかけたいと思う。ナンバー・アンダーライン・愛のように、個々の違いを超えて強い絆で結ばれたチームは、他にどのような分野で見ることができるでしょうかそして、あなた自身の生活において、どんな絆や関係が特別だと感じますか彼らの物語を通じて、自分自身の人間関係についても考えてみてください。ナンバー・アンダーライン・愛のようなユニットの存在は、 私たちにどんな教訓を与えてくれるでしょうか今後の彼らの活動に期待しながら、ぜひ一緒に考えてみましょう。